ライス28はい、イグッチャンさんです。はじめまして。はじめまして。イエティでねちょっと映ってたっていう実はちょっとだけコラボしてたっていう共演済み、はい、共演済みらしいんですけど、今日はねグラトリ界のスーパースターの、そんなもんないです、イグッチャンさんにですね、はい、ライスをちょっと紹介していただきたいな。はい、まあ、大体2種類に、はい、よっスーパースターよっ大人気ですね、はい、ね、今日はちょっと紹介してほしいなっていうことなんですけど、はい、多分2種類に分かれるのかなと思うんですよ、はいはい、あのくるくる回りたいのと、そうですね、ちょっとプレスとかをしながら、はい、ネバーっと動いていく系の、そうですね、動き好みが分かれるんじゃないかなと思うんですけど、はい、って思うじゃないですか、はい、おでうちグラトリボードってバンって出したら結構いろんなのをもう出しすぎて今4種類あるんですよ、うん、4種類あるんですよ、4種類4種類あるんですよいっぱいあります。だから作り分けてます4種類。なるほど。でさっき言ってたブンブン回りたいぞっていうの、公開でノーリーとかそういうので回りたいぞっていうのがこの RT7、 RT7、 はい、でこの RT7 っていうのは弾いて回すとかっていうタイプのモデルです。で次にさっき言ったネバっこいやつ、ネバっこいのがこの GTS モデルなんですけど、この GTS っていうモデルはノーズテールに乗ってザ・グラトリって感じのスタイルを、プレス系、ソネス系とかそういう系をやるように作られたモデルですね。なるほど。最近、まあ、僕とかもよくやってるんですけど、ラントリっていうカービングとかターンの中でトリック入れてまたターンしますよ、ちょっと簡単なトリックの中で流れを持ったグラトリをしたいよっていう人にはこのダブルアレックスっていうモデルなんですけど、でこれがまあ新しく今浮上してきてる感じのモデルです、はい、でそれの全体総合バランス、もうグラトリオールラウンドですよっていうのがこのディバース。弾き系もできるし、高回転もできるし、ソネ系もプレス系もできるし、ラン系もしっかりできるよっていう、その特化したものには及ばないにしても全部無難にできるよっていう。なるほど。あります。ちょっとこれからグラトリ頑張ってみたいっていう人はこの板がいいですね。ここがいいですね。まさにそんな感じ。なるほど、はい、でそこからスタイルがちょっとこういうのやりたいなって言ったら、この3種類に分かれていくっていう感じ、派生していくっていう感じで。素晴らしい。作り分けてます。じゃあちょっと、はい、このオールラウンドのやつは、はい、多分大丈夫だと思うんで、大丈夫この3つ、はい、をちょっと乗り比べ、あーそうですね、して、はい、まあイグッチャンさんにも滑りを見ながらね見せていただきたいなっていう感じで今日はお願いできますか。わ、はい、かりました。試乗会でお仕事中のいやもう時に申し訳ないんですけど、はいはい、多分その間あの中島さんがここで働いてくれると思うそうですね、あの中島さんにここであの、はい、お願いしてヘリカ払いで払って働いてもらいます。そうですね、はい、じゃあちょっと今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、この板何でしたっけ。RT7 です。 RT7 152で乗ってます今日は。はい、じゃあこれの雰囲気をお願いします。はい、お願いします。あれができるってね、勘違いしますよみんな。
次はダブルアレックスっていうものです。ダブルアレックス、ダブルアレックスはビュンビュン系でくるくるビュンみたいな感じです。なるほど、それで滑ります。最後 GTS ってモデルなんですけど、はい、僕が乗ってもいいですけど、僕よりも乗るの上手いうちの専属ライダーみたいにいるんで、はい、この板の紹介します、はい、ヘイヘイです。どうもライス28のヘイヘイです。はい、でまあもうずっとこの GTS っていうモデルに乗ってて、もう板のコンセプト通りの動きっていうのにすごい特化したライダーなんで、もう彼にちょっともうどういう板かっていうのを滑りで教えてもらおうかなと思います。なるほど、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。だいぶ雪質がねちょっと悪くなって、走ったり走らなかったりするような難しいコンディションなんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。行きましょう。
うめえ、いやこの雪質ですごい、もうへばりつくへばりつくでもやっぱこういうねしゃばってて失速するとこでも、うん、まあ楽しくね、エッジをもうかますだけがスノーボードじゃないって。なるほど、そうずらすのもスノーボード、お名言、ずらすのもスノーボード。はい、というわけでイブちゃんに、ライスのボードおすすめですね。そうですね、3つ紹介していただきました、はい、それぞれ、まあ、タイプが違うと思うんですけど、まあ、こういうね試乗会で乗るときに、まあ、アドバイスをもらったりとかして板を選ぶ参考にしてもらえると多分自分に合った板が見つかると思いますので、ぜひねその時はイグちゃんに相談してみてください。ね、近いな。いやちょっと近い。あ、そうです。豆粒ぐらいです。豆粒ぐらい。ダイスの板に乗ろうっていう企画でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。イグちゃんさんのチャンネルもぜひよかったら、いいですか、見てください。紹介してもらえますか。あ、じゃあ、あと番宣告知みたいな。番宣告知。じゃあここに、あ、ここに、はい、ここになんか多分出てると思う。はい、貼っときます。なんかしら貼ってあると、はい、説明文の方にもね、はい、載せておきますんで、 ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。もしよかったらなんかしょうもないハウツあげてるんで、そういうのハウツ興味あるよっていう人はちょっと見てみてください。そうですね、グラトリはねもうすごいんで、はい、ぜひ見てください。はい、今日はありがとうございました。はい、イグちゃんでした。ありがとうございます。バイバイ。